ドバハシネマ。こんにちは。こんにちは。始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督村上弘康と土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第45号放送です。ジョージ・ルーカス監督のスター・ウォーズについて語ってまいります。この番組は近作・各作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなどでも見れる、今すぐにでも見れる古今東西の傑作・名作について語ってまいります。ということで、まあ、前回からの続きなんですけど、はい、C3PO とね、R2D2 がレイア姫からこうテススターの設計図を託されて、逃げるわけですね。で、逃げた先が砂漠の惑星なんですけど、でここでね、やっぱりね、すごくいいなと思うのは、砂漠の惑星についてさ、C3PO と R2D2 が、砂漠を歩くじゃないですか、そうするとさ、背景にさ、でっかい恐竜の骨があったりするんだよね。ね、そう、恐竜の骨の前をね、 C3PO がね、何にもね、不思議があることなく歩いていくから気にしないんだよね。そのショットだけで、恐竜っていう太古の生き物とね、とロボットっていう最新のものがこうそこで開口することで、このファンタジー世界のさ、リアリティっていうの、全然やっぱりここは地球じゃない物語で、なんかまた入ってスッと入っていけんだよね、こういうさ、なんかね、物語と関係ないんだけど、そういうディテールっていうのがすごくね、骨がうまくて、この後にちょっと ルークがさ、2つの太陽を見つめるシーンもあるじゃん、あれも不思議だよね。あれもさ、2つの太陽なんてさ、簡単で、あれ合成するのはさ、そんなに複雑な合成じゃないと思うんだけど、そういうちょっとしたアイディアで、その世界観、地球じゃないんだなって変に思わせる、ね、で、しかもさ、太陽が2つあるからこの惑星は砂漠なんだなって分かるじゃん、そういうなんかさ、世界観の科学的なことまでちゃんとディテールをさりげなく見せてて、こういうこだわりがね、それまでの SF 映画とね、やっぱり違うんですよね。ルーカスってそこまでやっぱりオタクなんだね、本当にやってるんですよね。で、ここでようやくさ、ルークが登場するじゃん、C3PO と R2D2 がジャワっていう変なちっちゃいクリーチャーで捕まって売られてさ、ようやくルークが登場して、でこのルークのさ、ルークに飼われるわけだよね、 C3PO と R2D2 が、このルークの家がさ、なんていうの、縦穴式住居みたいになってたよね。あれはさ、やっぱりさ、暑い、昼間暑いから住むのは地下になってるっていう、そういうディテールもあるし、暑いからか、で、あとなんかこう家の中のさ、シーンがあって、ちょっと背景が見えるところはね、あれなんか本当にチュニジアにある本当のホテル、ああやってなんかこう穴を掘ってなんか地下にホテルになってるとこあるらしくて、そういうとこ使ってるらしい、ね、あれは営業中のホテルで、そのお部屋で撮ってるって、ホテル借りて撮った、今でもだからそういうツアーもあるみたいですよ、そのホテルに行くツアー。いや、あれはセットというか、ああいう感じの部屋なんですね。ベースはその、もちろん飾り付けはしてると思うけど、SF なんでね。で、ここでルークっていう本当の主人公が出てきて、で、彼の置かれた状況を見せるじゃん、そのおじさん夫婦に育てられて、本当は士官になりたい、宇宙にね、飛び立って士官になって帝国軍と戦いたいんだけど、おじさんの農業を手伝わなきゃいけなくて、なんか思い通りになってない。で、それでもうなんかこう昇進のままその2つの夕日を見つめるっていうさ、これ名場面ですよね。ここってさ、やっぱりこの間この井戸端シネマでも話したゴッドファーザーの、マイケル、アルパチーノの境遇にちょっとつながるんだよね。つまり家業をつなが、家のことを継いだり手伝わなきゃいけなくて、自分の自由、自分が思ってる通りの人生歩めない若者っていう、つまりこう家とかそういうものに縛られてる若者の象徴 で、この辺ってやっぱりさ、いつの時代も若者ってさ、そういうことがあるから、こういうところでもね、若者に受けた、ヒットしたっていうところもあると思うんですよ、登場した時なんかこの人が主役って思わせない、パッとしない感じです、正直ね。ルークってね、もう典型的なその当時の70年代のアメリカの青年なんだよね、髪がちょっとボサボサで、ではっきり言ってそんなに芝居もうまくないしさ、キャラも立ってないんだよ、すごくかっこいいってわけでもなくて、ないね、すごく平均的な青年なんだけど、ただその青年が冒険に巻き込まれていって変わっていくよね、ジェダイの騎士に成長していくっていうのは、もうこれの物語のやっぱり主軸なんですよね。でこのあと、今度はオビワンの登場ですよね。R2D2 が逃げちゃって、それを追っかけていって、サンドピープルって言われるタスケンレイダーっていうさ、なんかあれもなんか砂漠の民に襲われて、そこをオビワンが助けてくれて、
でこのオビワンにあの助けられてオビワンの家に行ってですね、でこのシーンがこうなんですか、この作品世界、そのつまりジェダイの騎士とかですね、フォースっていうところの、うん、この映画の細かい、そのあのなんか基本設定の説明ですよね、うん、でこの有名な話だけど、このオビワン演じてるアレック・ギネスは本当最初は三船敏郎にオファーしたらしいんですよね。だって黒さんが大好きだから、まあ、やってほしいと思うわけだ。で、三船はそんな当時さ、SF 映画なんて、いくらハリウッドからオファーでも、なんとか知らない、ジョージ・ルーカスとか知らないやつから、SF 映画、なんか、やりたくないとか言った。ロボットとか猿が出てくる SF 映画で、なんでそんなに俺出なきゃいけないんだ。なんで俺が出なきゃいけないんだって言ってたから。ね、そう。断って、あらら、ただね、結果的にね、良かったと思うの。まあ、三船がやったら三船がやったって、僕はある種の迫力があって、ジェダイの騎士っていうのは、すごくこう、ある種の迫力を持ったと思うんだけど、うん、ただこのアレック・ギネスっていうのも三船に負けない英国の名優、あの名優ですから、サーですからね、サーアレック・ギネスですから、この名優がねオビアン をやったっていうことは、この映画実はですね大きな要になってるんですよ。でこの彼がオビアンやったことで、やっぱりスター・ウォーズってやっぱりなんかこのなんていうの、ある種の哲学的な、うん、すごくこう説得力を持たせましたよね。まあ、後々にもずっと出てきますもんね、なんかね、亡くなってからも出てくるもんね。でね、ルーカスはね、そのオビワン役にこうアレック・ギネス口説くのもね、やっぱりすごくね、なんか、まあ、オビワン、アレック・ギネスも最初あんまり乗り気じゃなかったんだけど、うん、やっぱルーカスがにもすごくこうプレゼンを聞いてるうちに、ものすごい、こいつはちょっと違うぞと、こんなに映画にのめり込んでるやついないなと思って、よくわかんない作品世界はよくわかんないけど、とにかく乗ってみようと思って、まあ、誰も見てない世界観だ、ね、まあ、そう、ルーカスの熱意と才能、うん、将来性っていうものをやっぱり感じて、まあ、その辺がやっぱりだからさ、眼力あるよね、うん、だからあのゴッドファーザーの時のマーロン・ブランドみたいな役割で、うん、この映画の中で、まさにオビワンなんですよ。実はね、これルーカスってさっきも言ったように、あのイギリスで撮ってるから、みんな知らないスタッフで撮ってるわけですよ、うん、でそれを回すの大変ですね。でそのオビワン以外の例えばルークとかレイヤーとかっていうの新人だし、ハンソロ、まあそのなんだかハリソン・フォードはアメリカングラフィティ、前作のアメリカングラフィティで一応ルーカスと仕事してんだけど、みんなルーカスのことバカにしてっていうか、この映画自体みんなバカにしてたんだって。そりゃそうですよね、なんだかよくわかんない変なその宇宙人とか で特撮シーンはわかんないわけだから、彼らあんなにリアルな特撮で見れると思ってなかったから、撮ってる時わかんないもんね、どうせチャチいい SF 映画だろうと思って、そんなにみんなやる気なかったんだけど、であとルーカス自体がね、スタッフとかキャストにあんまり言葉で説明しない人らしいんですよ。あ、そう、彼実はあんまり監督向きじゃないんだよ、シャイで、ただその割には自分のイメージを、物語を作ったりイメージを、そう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 、でそれにはこだわるんだけど、うん、あまり演技指導もしないし、だスタッフとの意思疎通もあんまり良くなくて、まあ、孤立していったらしいんだよね。現場つらいね、それね。だからこの人嫌になってね、うん、次の帝国の逆襲とジェダイの帰還ではあの監督をしなくなるんだけど、プロデューサーに回っちゃう。そうそうそう、うん、ただその現場を支えたのが、アレック・ギネスなんですよ、オビアンのね。でそりゃそうだよ、あのアレック・ギネスが一生懸命やってるならやらざるを得ないじゃん、若い人たち。他の俳優もね。で、ハリソン・フォードなんかやっぱアレック・ギネスの演技から相当ね、盗んでったっていうし、で、あと C3PO の中に入って、声もやってる中に入ってる、アンソニー・ダニエルズっていう、この人もイギリスの、はい、この人、イギリスのシェイクスピアの舞台俳優なんですよ。で最初こんなね、顔も出ない、なんでロボットで、ない動きしない砂漠であのさ、金ピカのロボットの中、ものすごく熱くて、もういい加減にしてくれっていう思いだったらしいんだよね。ところが影で、あのアレック・ギネスがね、うん、その彼はその CCP をやってる、うん、彼はなかなかいい芝居するねって言ってたの、スタッフ捨てに聞いて、あ、アレック・ギネスがだって彼にとってみればさ、神様みたいな役者だから、だからそうやって実はアレック・ギネスが現場を支えてたんですよね。でその後ね、ルークは、追ってきたほら帝国軍で、まあ、おじさん夫婦殺されちゃうんだよね、うんうん、で本当ならここでさ、一応ルークって子供の頃からおじさん夫婦に育てられたからかなり落ち込むと思うんだけど、映画ではあんまりさルーク悲しまないんだよね、さらっとしてんの。まあそれはね、まあ、自由になる、まあ、どっちかというとおじさん夫婦から解放されて自由になるってあるんだけど、ちょっとそこがね、ちょっとあの温情的にどうなのかっていう思うんで、さらっとドライなんだけど、まあそこで落ち込むとさ次の物語に進まないから長くかかっちゃう、ね、その辺はさらっとしてんだよ。あ、でここでねちょっと言い忘れたんだけど、この映画って場面転換をさ、ワイプを対応するんですよ。ワイプっていうのはほら、画面が例えば右から左にこう、ワイプって拭くっていう意味だから、うん、ワイパーのワイプなんで、
画面が右から左にさーっと画面転換していく。黒沢とかよく使いますよね。そうだ、黒沢明がワイプを対応するから、うん、ルーカス真似てるんですよ。だからそこまで好きなんだ。この映画さ、よく見てあらゆるワイプをしてるんだよ、うん、右から左、上から下、真ん中からとかさ、ちょっと時計回りとか、あの編集覚えたてのその通り、あのね、私もそうでしたけど、そんな感じで我々今川崎市アートセンターっていうビデオ講座ね、3分間ビデオ講座っていうの実はね我々やってます。講師をしてるんですけど、まあ、そこでね初めて映像を作る人に編集ソフトを教えると音ね、こうダメな例としてね、そのワイプの対応をお伝えするんですけど、やるなと言ってもやるんだよね。変なね、あのワイプ効果、カットごとにね、変なワイプやっちゃいたくなっちゃう。やっちゃってね、見づらくするんだけど、ちょっとね、だからね、ルーカスもね、ちょっとそういうとこ、ちょっと素人っぽいんだけど、これはあくまでも黒沢へのオマージュとしてやってるんですよね。うんうん、ねで、それで、まあ、ルークとオビアンは、レア姫のメッセージを見て、この R2D2 のね、設計図のデータを、なんだ、反乱軍に届けようって言って、でそのために、パイロットを雇うんだよね、うん、これがハンソロなんだけど、でこのハンソロとさ会う酒場のシーン、うん、この酒場のシーンがすごいでしょ、酒場のシーン、ね、このシーン、宇宙のあらゆるさ、いろんな宇宙人たちが来て、ちょっと千と千尋の神隠しも想像させるような、ね、そうそうそう、でいろんなクリーチャーが出てさ、ね、うん、でね、ここはね、例えばいろんなクリーチャーがいろんな言語で話してるんですよ。でこれ重要なのはね、スターウォーズってね、まあ、帝国軍と反乱軍の戦い、戦争の映画なんだけど、でもこの酒場を見ると、分断のない世界なんですよ。うんうん、つまり、いろんな民族が一緒に暮らしてる世界。それが許されてる世界。うん、分断のない世界。つまり、コミュニケーションが出来上が、可能な世界なんだよね。で、この辺がね、前回話した ET の、スピルバーグとちょっと対照的な。スピルバーグはね、コミュニケーションができない世界を描くんだね。同じスターウォーズ宇宙戦争っていう映画彼も撮ってるんだけど、それ宇宙人が攻めてきて話だし、うん、あるいは宇宙人を友好的に描く未知との遭遇とか ET も最初はコミュニケーションできないんですよ。そのコミュニケーションの過程がそのまま映画になるんですけど、ね、うん、ルーカスの場合はもう最初からコミュニケーションが可能な世界を描いて、飲み屋で飲んでるんだみんなね。そうなの。でしかも演奏されてる音楽がさ、ジャズなんだよ、ディキシーランドジャズ、古いジャズなんだよ。宇宙人がさ、クラリネットとか吹いてるんだよね、うん、それ地球っぽいじゃんって思っちゃうけどね、うん、この辺がねなんかいいよね、この線の線、なんか懐かしいようなね、古めかしいんだけど新しいようなセンス。でここでさ、ルークがさ宇宙人に絡まれてさ、オビアンがそれを助けてさ、ライトセーバーでさっと一閃して絡んできた宇宙人の片腕を切るんだけど、そういうのはすごく西部劇っぽい。いや、これはね、これ何、用心棒、黒沢の用心棒、片腕切り落とすっていうのは黒沢の用心棒なんですよ。なるほどね、うん、だからこれ本当は三船がやってたらまさにこれ用心棒の世界、ちょっと冗談みたいになっちゃう。そうなん、パロディになる、そろそろ四重堂だなとか、そう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 。でね、で以後ね、このジェダイっていうのは、うん、片手を切り落とすっていうのがね、ジェダイの技になってくる。ルークも次の帝国の逆襲でダース・ベイダーに切られるし、ね、この片腕切りっていうのがね、残酷だね、技なんだよ、ジェダイの。そしてで、まあ、ハンソロに会うじゃん、うん、でハンソロはさ、もうかっこいいね、もう出た時からさ、まあ、もうこの人スターになるなって分かるよね、うん、この時まだ無名だけど、ハリソン・フォード無名なんですか、無名ですよ、この時、全然顔とかね、姿がね、印象残る、全然さ、うん、オーラが違うよね。そうね、アレック・ギネスとさ、テーブルを運んで交渉するけど、負けてないもんね、押し負けしてない。でやっぱりマーク・ハミル、ルークはさ、お坊ちゃんにしか見えないんだけど、こっちが主役かしらって最初思っちゃったもんね、うん、でここから、交渉成立してさ、おのおの散るんだけどさ、ここからほら有名な賞金稼ぎがさ、うん、ハンソロのとジャバザハットっていうね、うん、なんか悪の密輸業者に雇われた賞金稼ぎが来て、うん、ハンソロを脅そうとするんだけど、テーブルの下で、ここは西部劇ですよね、うん、銃を撃ってさ、倒してさ、で騒がせ、なんだ、騒がせたなっつって、コインをパンって1枚バーテンにやっていくって、他完全に西部劇のスタイルですよね。混ざってんだよね、混ざって、いろんな要素が混ざってんだよね。でここからようやくね、ミレミアム・ファルコンっていう、さっき言ったね、ピザのような、ハンバーガーのような形したさ、独特の宇宙船、しかもこれボロいんだよね、ボロいんだけど宇宙一早いっていうさ、またこういうリアリティがね、いいんですけど、でこれに乗って、まあその惑星オルデランっていうところに向かおうとするんだけど、この時にさ、
あのハイパースペースって言ってさ、ワープするじゃん、うんうん、でワープする時のこのビジュアルもさ、この後のいろんな映画に影響を与えましたよね。ワープっていう単語もね、まあ、そうそう、ここからなどこ、まあまあ、多分もともと SF の小説とかあるんだろうけど、いろんなところで対応したし、ビジュアルつまりさ、うん、星がファーッと尾を引いて速さを表すでしょ。でこのビジュアルも今なんか当たり前だけど、うん、これはスターウォーズで初めて見ましたからね、うん、これも画期的でしたよね。ワープしちゃう、はい、はい、ではスターウォーズその4にワープしちゃいます。